こんにちは、みほとけです。はい、今日はみほとけが日常で毎日着ているサムエのコーディネートを大公開します。サムエっていうのはお坊さんがお寺で着ている服です。日常的なお掃除とか洗濯炊事、まあ、そういうのをするときに着る用のお洋服でして、そういうときに着る用の服でして、こうやってかなり簡略化された和服みたいな見た目をしております。お坊さんも毎日着てらっしゃるんですが、私はお寺が好きで、お寺の人が着ている服をみほとけも真似したいなということでサムエを着出しました。そしたらね、もう大好きになっちゃいました。まず楽なのよ、どこも縛り付ける場所がないからすごい楽だし、サムエを着ようって決めちゃえばもう服を迷う時間がなくなるから、すごく日常の時間増えました。でかつこのシンプルな見た目でしょ、和モダンな感じ、これをどうアレンジするかって結構創作意欲が湧いてきて毎日楽しいんですよ、はい、ということで、私がサムエをどういう風に着て日常楽しんでいるかを、1週間コーディネートで皆さんにお届けします。それでは月曜日マンデーから行ってみましょう。デニムのサムエを着ているみほとけです。サムエっていろんな素材ねあるんですが、もう最近はデニムで作っちゃってます。かなり生地が頑丈だし厚手であったかいので、いろんなところで役に立ちます。下にはスキニーパンツ履いてます。ガーリーなよりもシクールなのが好きなんですね。上にはキャップ、大仏。サムエ基本無地なんですけど、私は胸元ちょっと寂しいなと思ってワンポイント刺繍をみほとけちゃんを入れてます。目指せラコステ。よく回っておりますね、よく回っております。すごく一長羅の私が回っております。紫のサムエ、紫のサムエはね大好きで、私紫がそもそも好きな色なんですけど、しかもこのスカート可愛いでしょ、紫のチェック。この可愛いスカートヒラヒラするのに、この紫サムエをインする紫コーデが私は大好きで、ちょっと可愛らしい感じでもなるんですよ。次、紫から急にベージュに静かになりましたね。大きめサイズのベージュにワイドパンツ合わせて、ゆったりめの上にゆったりめのパンツ、ビッグ&ビッグみたいな BB コーディネートっていうのをみほとけよく好きでやるんですけど、私が毎日サムエを着てて、たまにメディアにも出るんですって話をしていたら、すごく親切な着物屋さんが、じゃあうちで作っているオリジナルのサムエしちゃってくださいよということで、スポンサーしていただきました。ありがとうございます。鎌倉の着物セータさんです。高級な綿を 100% 使っているのにプラス、このデザイン性ですね、胸元ボタンでパカパカしないようになってて、すごい着心地いいんですよ。無駄にでんぐり返して登場しました。元気はつらつミニスカートコーディネートです。今日はお出かけだぜっていう日に着ます。無地のサムエだと遊び心がないんで、着物の羽織を着るんですよ。この無地のサムエに無地のミニスカートを着た上に、ちょっと大きめのヒラヒラするこの羽織を羽織ったシルエット、可愛くないですか。ミニスカートでお出かけだぜっていうテンションで、こんな人がやってきたらどうですか。みほとけのヘビロテランキング2位ですね。意外とこういうスカートアイテムとの相性がバッチリです。真面目なみほとけがやってまいりました。このえんじ色のサムエはリブニットっていう素材です。ニットですよ。すごい柔らかくてあったかいんですよ。で中にも着込めるから秋冬に大活躍です。今夏だけど、古着のスカートと合わせました。中にインして、古着のこのちょっと文学少女感を演出しています。読書の秋、いいですね。このピンクのおリボンがお胸に大きくついているんですよ。外に着ているのはブラックのビッグサイズサムエです。
そうまたやってまいりました BB コーディネート。あの大きいサイズのサムネは中にいろいろ合わせられるのも結構可愛いなと思うところです。これピンクの大きいリボンでさらにちょっとドットの入った可愛いやつなんですけど、はい、柄物の中に着るのもかなりおすすめですよ。下のワイドパンツはユニクロで買ったやつなんですけど、もう揺れる揺れる、この揺れるやつが男子が好きって聞いたんで私は揺れてます。もう月曜日と同じでした。すいません、私の中では1週間コーディネートと言いましても6日が限界です。はい、みんなもそうじゃないですか。3日ぐらいでローテーションしてるみたいなところもありますけど、3枚全部で1,2,3,4,5,6 3枚全部で6個持ってるんですね。だからぜひ皆さんもこういう服1着あっても面白いんじゃないでしょうか。サムエが今日なんかちょっと個性的で変わってるねっていうワンポイントとしてサムエちょっと着てみる。で私のこの1週間コーデリアルに1個やってみたら意外と馴染んで、あの周りと差をつけられるんじゃないでしょうか。お父さんとかお母さんへのプレゼントとかでもぜひどうでしょうか。これ新宿のルミネとかに実際着ていくと店員さんにめちゃめちゃ褒められます。え、面白いですね、それいいと思いますよみたいな。なんでちょっとサムエコーディネートの輪を広めていきたいと思いますんで、これ見てくださった皆さんぜひ一着ポチってみてはいかがでしょうか。みほとけのこのワンポイント刺繍コメントなり DM くださいましたら、あの刺繍手入れするサービス、あのちょっとお金はかかりますがやっておりますのでご連絡ください。はい、ということでサムエコーデ見てくれてありがとう。ではこれにてナウー。